で餌がもらえるって分かったらいいんで、はい、いちいち下がらない、はい、で拾って、あとちゃんと食べてるかどうかも見てほしい、はい、飲み込んだかどうかを見てほしい、で食べたい顔をして上向いてるときに餌を取りに行かないでね、はい、そうするとこういう体勢になって顔がここに来るってことやから、はい、噛まれたら大変なんだ、はい、で取りたい、どうしても取りたいときは足入れるなり体入れて取って、こうやって、はい、要は首とか顔とか噛まれないようにして、はい、そろそろ手ちょっと後ろ隠しといてさ、うん、こう触れるようにしてほしい、はい、こうその時に手も一緒にこう、うん、そんな感じで、はい、手出しすぎないでね、違うよ、だから足でくっつけるタイミングで、そうそう、そのタイミングで手を先に、うん、上げた手をそのままもう後ろに隠して、はい、もう触ってみてね、で手で触れるようになったら、はい、もう足じゃなくて手で触るようにしていくんで、はい、手から足、足から手に移行していくんで、はい、噛むよりも触られてるとかタッチされてる方が得って思ってもらえるように、そう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 、いいじゃん、そうそうそう、それはダメダメよ、偉いじゃん、足でやって、はい、いい経験です。そんな時はもう上げない。はい、で手をやりすぎるとさっきみたいに噛まれるから、はい、あの行動は消したいわけやから、はい、あれが出ない手ようにやってほしい、うん、はい。出ないようにやるにはじゃあ手をどれぐらい出してとか、はい、どのタイミングで動かしてとか、はい、いろいろあると思うんで、はい、だからベストは足を当てるタイミングで一緒に当てる。で、はい、上、餌、はい、でお願いします。はい。